ついに永吉矢沢コンサートツアー2023ウェルカムトゥーロックンロールがスタートしました。今年もやります ライブ会場参戦レポートコメントを募集しますさらに矢沢ステーションにて参戦レポートコメントを配信させていただきます直し名は YouTube コンポラによりアットマークなにがしとして記載しますコメント欄に参戦レポートコメントを書式自由にお書きくださいさらに矢沢ステーションはオフィシャルとオフィシャルクラブとは関係ありませんのでご理解くださいネタバレが含まれますからまだ情報が必要でない方は ここで動画を必ず閉じてくださいそれではこの動画編集現在に寄せられた参戦レポートコメントをアップさせていただきますこの後寄せられた参戦レポートコメントは次回の動画ショート動画にてアップさせていただきます「エ吉矢沢コンサートツアー2023ウェルカムトゥロックンコンサートツアー2023ウェルカムトゥロックンウェルカムトゥロックンロール」初日の 11月11日土曜日、ゼビオアリーナ仙台参戦レポートコメントです。アットマーク SATO. 工事 A3113 より、お久しぶりです。仙台初日、行ってきました。久しぶりの、A ちゃんコール、鳴りやまないくらいの、勢いでした。ウスキー航空では、入りを間違えてれる、矢沢英吉。えなけでしたね。また、MC では、2002年に一度だけ来た。 ベルサーチのスーツを直してから今回来たらしいですさすが矢沢ぴったり似合ってましたよオープニング前には A ちゃんコールで前に出てきて警備員に取り押さえられた人もいました矢沢ファンは変わってないと安心しましたレポートありがとうございました矢沢ファンがやっと動き出した感がひしひしと感じてきますワクワクしてきます続きまして 11月12日日曜日、ゼビオアリーナ仙台からの参戦レポートコメント、アットマークユーザー、CM 8ーカ H さん、OA9A さんより、最高でした。スクリーンに映し出された画像の下には、歌詞が映し出されたのには、びっくり。オープン時のファイ e も、近い席だから、暑さ感じました。また来年のライブも、楽しみです。参戦レポートありがとうございました。 良い体験できましたね。そしてちらほら今回のステージが見えてきました。来年も参戦レポートよろしくお願いします。続きまして、アットマークユーザー JT7OK7LIA6I、OK、さんより、ライブ短かった。アンコール前まで90分。僕は44年ライブに行ってますが、こんなにも早く終わるのは初めて。WithoutU で喉の不調のような気配が、その後持ち直した。 かけるさん、プリーズ、プリーズ、プリーズ。で、ジャケット裏表に来てしまう。歌いながら裏表を直す。また思い出したら報告します。ご報告ありがとうございます。詳しくレポートしてくださり、感謝します。実は僕も今回のライブは短いんだと思っていました。ちょっともの足りない。そんな気がしますし、寂しいですね。しかし、ツアーやってくれてありがとうって感もありますから。 やっぱり矢沢永吉を応援したいです。またいろいろライブでのことを思い出されたらコメントよろしくお願いいたします。続きましては、バットマークユーザー SZ6L5Y6J さんより、こんばんは。いや、74歳とは思えない、バリバリのステージでした。5年ぶりにドラマーの y f 最高。仙台公演でキャロル時代の憎いあの子が聴けるとは、感動でした。また来年仙台でお待ちしてます。 彼ら矢沢栄吉。最高。参戦レポートありがとうございました。元気な矢沢栄吉最高ですね。参戦レポートでしかわからない。ステージの内容が盛りだくさんでした。皆様ありがとうございました。その場にいないとわからない貴重なことをレポートしてくださり、感謝します。続きましてコメントです。アットマーク、光羽ハオコンさんより。フャイナタウンではなくて、イエスマイラブでしたよ。ありがとうございます。感謝です。 ライブ終了直後の情報をいただいています。その情報をもとに動画編集を行っていまして、アップ後に訂正情報が来ることがあります。ご了承くださいませ。それでは、11月12日日曜日、ゼビオアリーナ仙台セットリストをこれよりアップさせていただきます。は前日と変更になった曲です。まだこの情報が必要ではない方は、ここで動画を必ず閉じてください。 それでは、11月12日日曜日、ゼビオアリーナ仙台セットリストをアップさせていただきます。は、前日と変更になった曲です。なお、セットリストは読み上げいたしませんのでよろしくです。 本日の動画はここまでとなります。貴重な参戦レポートコメントのご協力ありがとうございました。囲碁のデビューアリーナ仙台の参戦レポートコメントは、次回の動画、ショート動画に手アップさせていただきますので、矢沢ステーションの動画、ショート動画のコメント欄に会場はどこかを提示していただき、お書きくださいませ。いつでもお気軽にコメントください。お待ちしてます。それでは次回の動画、ショート動画でお会いいたしましょう。